はい、それで準備は OK か、はい、お、なんか複雑な画面が出てきたぞはい、じゃちょっと、キックの作り方をちょっと言っちゃおうぜ。じゃあ私の作り方というところからですね、はい、まずこれ何かっていう と、ライブやってる方は MAX4 ライブ知ってらっしゃる方多いと思うんですけど、私はあの MAX だけで、テクノはライブセットも曲作りも全部兼ねてやってます。で、もちろんミックスするときは、これは使わなくて DAW でに落とし込んで、うん、でそれはまあスタジオもあったのでライブじゃないんですけど、ああでそちらであのパラデータをミックスして、うん、っていう感じで曲作ってますね。なるほどなるほど、はい、これはですね、簡単に説明するとですね、今動かしているのが、マスターのトランスポート、はい、ライブでいうとこの再生とか、うんうんうん、停止とかっていうものになります。でこの下がですね、バスを作ってまして、この、ちょっと見にくいかもしれないんですけど、左上のものがですねキックのバス、その下がベースのバス、はい、で、リズムのバスで、大体ですね全部で 9個かなバスを作って、そこに流し込んでっていう感じになります。これがあのミキサーみたいな役割をしていることです。ことで、ね、ですはい、で元のですね音が出るところはこの一番大きいところから、はい、出すことになってまして、はい、一番左上が、これが、キックのモジュールですね。で、私の場合はそれぞれモジュール化させてまして、これが、キックのサンプル2つ選ぶところなんですけれども、ここから、キックのサンプルを選んできて音を作っていくっていう感じになります。やっぱりサンプルありきって言ってる？そうですね、うんうんうん、シンセで作るのもいいんですけど、サンプルの方がはるかにライブラリーとしては大きいんですよね、はい、なるほどね。あと一番なのは、音がもう固定されている、うん、うまく伝わるといいんですけど、シンセだと毎回プレセットを呼び込んで、うん、そのシンセを流してキックが鳴るっていう感じになると思うんですけど、うん、サンプルだと、キックで一番ミックスとかで重要になるのが位相だと思うんですけど、はいはいはい、位相も固定できるし、まあ、固定化されたものなので、ね、位相問題、はいはい、で、はいはい、なんで位相かっていう話をすると、うん、まあ、私は多分大沢さんとは違う作り方をしてまして、それがいいじゃない。キックって成分を私なりに考えると、うん、まあ昔はアタックと呼んでたトランジエント、トランジエントとボディに分かれると思うんですね。ほうほうほう。トランジエントっていうのがまあ昔とアタックなので、パツっていう音と、うん、その後に来るドーンっていう音の組み合わせでできてると思うんですけど、もう出来上がってるキックのサンプルっていうのは、まあどっちももう当たり前ですけどついてます、うん、それだとそのサンプルでしかありえないので、はいはいはい、そこから発展させて自分が好きな音にしたい、うん、というのが発想の元になっています。一口にアタックって言ってもいろんな種類のいろんなのあるからね。そうですね、ちょっと音を出してみようかなと思うんですけど、ドン行こう、ドン。あ、大丈夫です。だいぶ連打してる。私は曲作るときキック、さっきトランジエントとボディに分けるって言いましたけど、はい、あと曲作りのところで割とキックの連打を重ねて、うん、ドライブ感を出すというか、ほう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 、っていうのは結構やってまして、はい、だからまあ外すとまあこんな軽い音なんだけど、まあ、うん、足すとまあちょっと面白い感じになるっていうのをやってたりします。ちょっとベース的な意味合いも持たせるみたいな感じなのかな。そうですね、私の場合は特にキックとベースって一緒と捉えてて、いけます。でキックとベース同じ役割だと思ってまして、はいはい、でまあ、キックのボディに気持ちいいベース、なんてボディに気持ちいいベースが来て、キックの調が決まるというか、はいはいはい、キーが決まるというか、
そういう考え方でやってたりもしますね。なるほどね。まあこれはあの今回あの今回のミートアップでちょっと試しで作ってみたやつなんですけど、はい、あの基本的にはここのトランスポートのところにですね、まあ、パッチというかシーンが切り替わるというボタンがありまして、はいはい、これを押すとこういう感じで読まれてたシーンが読み込まれるという感じになってますね。これはもう途切れないです。で基本的には、ビートの頭で切り替わるようにしてありますね。なので例えば、まあ、どうやっても次のシーンにスムーズに行くように。なるほどね。これが基本的なのシーケンスの流れで、まあ、他の音流したりとか、これはハットかな、まあこんなのとか。おだいぶテクノっぽい。ちょっと待ってね。まあこんな感じで、はい、簡単にまあサンプルが探せるような感じに、まあセットは組んであって、ライブの場合はその場で 音を探すっていうのはしないんですけれど、まあ、曲を作るときはこういう感じで、まあ、自分が好きな音をライブラリーとして入れておいて、で、まあ、読み込んだりして気持ちいい音になるまで探していく、うんうんうん、で探した後は例えば音色をいじったりとか、うん、っていう風にしてありますね。で、まあ、これが基本的な私のライブセットというかキットになってまして、はい、キックの作り込みっていう話になりますと、まあ、これがキックなんですけど、うん、2つサンプルが読み込まれるようになってます、はい、1つがさっき言ったトランジエント、うん、トランジエントをなくすとアタックがなくなる、アタックがなくなってしまう。で上げるとまあ戻ってくる。でボディもなくすと軽いな、これだけになってしまう、軽いなっていう感じで、まあ、2つのサンプルを基本的には足して、うん、足すというか混じり合わないように足してあるというか、アタックの部分、トランジエントの部分の後にフェードインしてくるように、まあ、設定して ある形ですね。でもちろん元のサンプルがすごくいいときはこうすれば、なるほど、クロスフェードする場所をゼロ頭にしてしまえばこっちの音しか鳴らないので、うん、っていう感じですね。でまあ2つこういう感じで、まあ、基本的なキックの音が鳴っているとして、でここからさらに、まあ、これで気持ちいいと思えばこれで終わりなんですけど、その後に、サイドチェーンのリバーブは必ずでもないですけど、まあ、かけてあって、例えばそれが高音の方が気持ちよくなる方がいいとか、まあ、こういう音はあまり使わないですけど、まあ、リバーブをどういう風にキックの上に乗せていくか。でこれがなぜ大事かっていうと、結構グルーブが出るんですよね。ダウンっていったところでかなり気持ちいいグルーブが出たりするので、そうするとキック1個で曲が聴いちゃったりする。そうだよね、ま、間が持つんだよね。そうですねっていう感じで、まあ、で場合によっては低音がモコモコこうなってたりするとカオティックな感じ、カオスな感じ。これはこれでかっこいいもんね。こういう感じで、まあ、ピークタイムとかで流すような感じの音はできちゃうって感じですね。でもう一つその後にですね、指してあるのがウェーブシェイプを使ったディストーションをサムミックスで入るようにしてあってですね、例えば今サムミックスで結構多めにミックスされてるんですけど、これを例えば外してしまうと割ともっとアタックが強くてボディが弱い、まあ、ちょっと前の音もちょっと箱鳴りがちょっと強い感じの音でしたけど、まあこういう感じで、まあ、音は調整していく形ですね。でこれはあのライブでもいじれるので、たまにライブで、まあ、展開をしたいときに、ね、いじりながら音途切れたりとかしないもんな。しないですね。なのでこれいじるだけでもかなり一音で展開ができてしまう。お面白いなと思って導入してます。テクノ。そうですね。ああ、で、このウェーブシェイプのディストーションはですね、
さっき言った通り箱なりが結構きついんですね。その後に息をかけないとアタックがで、アタックというかボディのこの気持ちよくない部分が出すぎるので、割と意図的に下げて、であとは EQ 気持ちいい部分ですねを持ち上げるようにして足すっていう感じで一音作ってます。でもう一つ私の中で大事なのがですね、あもう時間ですか、あ1分、私の場合はステレオキックは結構普通に使うんですね。ただテクノの場合は、低音域をステレオにするとさっきおっしゃってた通り針が飛ぶんですよ。まあ、それはアナログレコードの制約なんですけど、まあ、それを避けるために私の場合は MS 処理をかけてまして、 MS 処理で、ステレオになった部分だけ定期カットしてる形ですね。ここでちょっと見づらいかもしれないんですけど、ミッドとサイドに分けて、で、まあ、ミッドはそのまま足せばよくて、サイドの部分でここ、これハイパスフィルターなんですけど、まあこれもアナログ切るときにですね、結構、まあ、エンジニアさんによって違うんですけど、まあ、100だったり200だったりとか皆さん言うこと違うんですけど、私はまあ120くらいが気持ちいい、ベースがまあちょっと残ってる方が気持ちいいと思うので、まあ120で、ローカットをして、で最終的に足してっていう感じにしてますね。なるほど、はい、まあ、これが私のキックの作り方です。おー、はい、ありがとうございます。どのキックもかっこよかったな。はい。